段もね全然違うんですけどね、去年とあるお笑いコンテスト、はい、関西の賞レースに出させてもらった時にですね、こう一人一人キャッチコピーをつけて呼び込んでいた演出がありまして、異名ですよね、異名、その時に、僕が作られたキャッチコピーが、キャッチコピー岡山出身で、美術の教員免許を持ってるんです。そうなんですよ、相方がすごい絵が上手なんですよ。岡山の生んだ、お笑いアーティストリー、かっこいいでしょ、こう芸人がアーティストやなんて言われることなかなかないですからね。その時に、相方の森山君が作られたキャッチコピーが、巨漢超発ヒーローと言われます。僕らね、仮面ライダーの怪人みたいな呼ばれ方されたんですけどね。かわいそうですよ、本当に僕はね、無理やりなんか、あんなのことに異常な拍手をいただきましたね、本当にすごい、ね、冷静に見てくださいね、ただのおっさんですけどねマジでね、本当にもう本当にいや、本当に本当に、はい、ね、森田さんのラピーネーニユニットでね、はい、暖かいですね、もう、はい、本当に今年入って忙しくさせてもらって、本当に、はい、まあ、でもこれ振り返るね、なんか本命でもうちょっとちゃんとつけたらよかったなと思うんですよね。そうですね、本当に。ロイレス・オーダーとコカケロイレス・オーダーとそのままで。はい。まあ、でも見たもこんな感じでね、もう二文字なんです。コガとオーダー。で、もう、見分けついてない方も多分いらっしゃるんでしょうね、なんか。本当はおそらくなんですが、ユリア・リトリーバーと申します。15円って言ってやるやん。何してんねん。こうやって持って、
はい、分かりました。お願いします。